続いて一押し情報です。今週のテーマは35年の感謝を込めて篠田宗風先生の肖像画展です。はい、えー。篠田宗風先生と言いますと、はい、先日私、みっちさんとね一緒にあの敬老の日の放送でちょっとプレ告知したんですけれども、はいえー、吉川市内在住の肖像画を学校 各学科の篠田宗風先生なんですが、えー、35年という長きにわたり市内在住の高齢者の方にその長寿の記念としてこの経論の日のお祝いで無償でね肖像画をずっと描き続けてきて送ってきたっていう先生なんですよねそうですよね、うん、ただ残念なんですけれどもそれが今年が最後ということでその感謝のイベントとして 今回肖像画展が開催されるっていうことだったんですよ、はい、その肖像画ってなんか写真のない時代はね、うん、その写真の代わりとしてこうそっくりに描くっていうんですかねなんか音楽の教室もいらっしゃいます,あります、ね、けれども <laughs> ただ今は写真がある現代っていうのはこのそっくりなだけでなく、うん、その被写体の人柄とか人生っていうのを絵にしていくっていう大変 やっぱり難しさがあるっていうことなんですよあ,あそうですよね、うんうん、じゃあそんな篠田先生のプロフィールなんですけれども、はい、1939年、はい、昭和14年に長崎県雲仙市のお生まれでいらっしゃいます、うんはい、全日本肖像美術協会の副会長審査員をお勤めになられまして、うん、また全日本肖像美術協会展で最高位の内閣総理大臣賞、はい 文部科学大臣賞など、うん、いろんな賞を受賞されていらっしゃいまし吉川市には昭和47年に移住されまして、はい、それからねあの高齢者の方に記念の肖像画を無償で差し上げたいというお申し出がおいただきましてそれからまあ35年間、はいはい、吉川のために書いていただきました。はい、この間あのの間鈴さんとその、うん エムさんの肖像画を。はい。はい、見たんです。見せて,いただいて。実際目の前で見せていただきましたが。なんかね、絵の中からこう。喋りそうっていうか。もうそういう感じで。エムさんもすごい喜んでましたよね。でエムさんね、おっしゃるようには、あのおでこのシワ混ぜが。本当に。きれいに。にね、出てくる感じ。 ななかなかここまで素晴らしい書像家書く方いらっしゃらないというふうにおっしゃっていましたね。うんうんはい、で今回その篠田先生にアンケートという形でもう金の生マズのためにねあのたくさんお話ししてくださったのでそれをお伝えしたいと思います。 であの篠田先生幼少期の時なんですけれども、はい、あのお父様とお姉様が俳優を描く方であったそうなんですよ。うん、でそれを真似して自分も描いたらすごくこう褒められてそれが嬉しくって毎日描いていたということなんですね。まあ、そういった環境があったということで,で先生が10歳の夏に日射病になんかかかっちゃった。うん でその時に宿題が多分できなかったのかなでそれの代わりに野菜などを書いて先生のところに提出したら、まあ、それをすごく褒めていただきまた1か月間学校の廊下に展示をしてくれたっていうエピソードがあったそうなんですね本当これ先生も素晴らしいですよね。 今のね篠田先生の画家への道っていうのがつながっていったのかなってちょっと思ったんですけれども、ねまあ、環境素質ですよねね、うん、あとは伊先生に巡り合ってそんな篠田先生どのように肖像画を制作されるかということでまず写真を、まあ、写真から、はい、描くということですね性格や趣味人生の歩みやエピソードからまずご自身の中でイメージを沸かせる。うん えまた人の顔はねあの十人トイ色と言いまして、うん、ま輪郭から目とか輪郭輪郭<ー>あとシワですよねさっきおでこのシワもそうですけど、うんうん、口にもシワありますよね、はい、でそういうところからその対象になるモデルの方の人間性を想像するそうです、はい、でねやっぱ書いてもらった人はなんで分かってしまうんだって <laughs> ね,ね<ー>口揃えておっしゃるらしいんですけども、うん、ね一枚描き上げるのに、まあ 平均三週間。うん。うん。これは多分ね、絵によってもまあ違うんでしょうけど、はいうん、まあ実際パレットにね、筆を走らせてみて、まあその日の調子も先生の調子もあるじゃないですか。そうなんですね。うん、まあ一日に八時間描くこともあれば、まあ三時間で筆を置くこともあるというふうにおっしゃってました。うん、で、まあ今回この長きに渡り無償で肖像画を描いてきたんですけれども、まあ今それが。 終わるというところで今思うことということで伺いましたら特に思いませんっていうことなんですね <laughs> まあそろそろ区切りようと思ったらいつの間にか35年経ってたっていうことなんですうん。だけどもうこの市の社会のためにね長い間ご苦労された方への感謝と何かお手伝いをしたいというこの気持ちだけで <laughs>、はい、っていうことなんだそうですよ本当にありがとうございますですよねうん。うん それではあの篠田宗風先生の肖像画展35年の感謝を込めての開催についてお伝えします、はい、開催は10月29日火曜日から11月2日土曜日までです平日は午前9時から午後5時11月2日の土曜日は午前9時から午後3時場所は吉川市役所の1階コミュニティルームちょうど入り口書面入り口入ったところですね、はい、となっております 土曜日も開催されるんですね、はい、あじゃあ是非でこの今回ね篠田先生よりこの鑑賞のポイントっていうことを伺ったんですけれども長く生きてこられた人物像の気質を徹底的に追求して描いた作品なので、うん、その表現力を見てほしいっていうことなんですよ。もう絶対見に行きます、うん でもすずもはねやっぱりその中でも35年間こう無償で肖像画を送り続けてきたっていうこの篠田先生の気持ちっていうのがまたそこに入っているそれもすずもはやっぱり感じ取ってみたいっていうふうに思います。本当に楽しみみな肖像画展でですね、うん、皆様もぜひ足を運んでみてくださいは 吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする「金のナマズ」今週はミッチと鈴ずまでお送りしました来週もお楽しみに